まずね、ナポリタンって、うん、なかなかこれね、結構振り切ってますよ。まあそうですよね。スパゲティ専門店じゃないんだよ。うん、スパゲティのパンチョ。はい、これはご存知ですよね。知ってます。新宿にもあるしね、秋葉原にも確かあった。はい、ウーバーイーツでよく登場しますね。はい、もっと店舗数があるのかなと思ったけど、今見たら 20店舗ちょっとだね。そうですね、うん、これ今回取り上げたのは、あの問い合わせが2件ぐらいあったんですよ。パンチョどうですかっていう。そうなんですね。で、思ってみたら あそこに出てたんですね、あのフランチャイズショーに。ナポリタンの連会の紹介っていうことでね、このランディングページかな見るとなかなかよくできてるなと思ってね。このこちらのページなんですけれども、うん、面白いですよね。これね、あの頭がいい人が作ってると思います。うん、第一声が業態変更でうまくいくだもんね。うん、今ならロイヤリティ費が 50% オフで150万、これ加盟金のことだと思うんだけど、うん、評価しないんですが、こういうやり方は。うん、そうですね。はい、ただその次のコピーもみんないいと思うんだよね。実際にその後ラーメン屋でダメだったところが変わった例と、ここも必要なことが書いてあるんだよね。商店街のラーメン店の例ってあるじゃないですか。うん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 、原価率が38から31%に落ちて、改装費が500万、うん、で改装できて、ね、投資回収が10ヶ月だったとか。ね、これいいよね、分かりやすいよね。もう欲しい情報がみんな書いてあるんですよ。坪単価45万、45万ってやっぱすごいんですよ。うんうん、まあ、30万超えればすごいからね。なぜかサンプル2にはその数字が書いてないけどね。だからその出せないところがあるのかもしれないけど、まあできたばっかりだったっていうのもあるかもね。うんうん、こちらから見て欲しい情報が書いてあるんですよね。うんうんうん、フランチャイズ的に見てどうかっていうと、ラーメン屋で失敗した店舗を居抜きから改装してね、まあ、500万程度でできる、これ安いんですよ。坪45万、まあ、70万っていう店もあるっていうけど、これは超有料店だから、まあ、45万っていうのがまあモデルらしいんだけど、それでもすごいし、リピート率がすごいよって書いてあるわけですね。これもまあなるほど分かるんです。ここはね、僕ね、ずっと何がいいかなと思って一番思ってたのはね、看板がいいんだよね。あー、なるほどね。この看板はね、あのガリバーに通じるものがあってね、はい、看板力がある。まあそうっすね、うん、でインパクトありますよね。そう、ちょっと見にくいところにあってもこの看板だけ目立つんだよね。うん、そこはすごい力で、集客の力だなと思うんですよね。まずね、ナポリタンって、うん、なかなかこれね、結構振り切ってますよ。まあそうですよね。スパゲティ専門店じゃないんだよ。うん、スパゲティ専門店じゃなくてナポリタン専門店なんだ。すごいよね。うん、でナポリタンっていうのはね、昔から喫茶店のメニューには結構必ずあるでしょ。うん、あれなんだかって言ったら、楽だし味がぶれないんだよね。うん、そうなんだ。入れる肉もウインナーとかじゃないですか。はい、だから、まあ、非常にいいメニューなんですよ。どこでもできる、誰でもできる。要するにこの間のミニストップのさ、あの、はい、ソフトクリームがなかなか難しいんだよっていう話しましたよね。はい、でそしたら、そうな、本当そうなんですよみたいなコメント入ってたじゃないですか、はいはいはい、アルバイト、はい、まあ、ナポリタンって逆なのね。まあ、基本今日入ったバイトでも作れるというか、味がぶれないんですよ。味もケチャップじゃないですか。たまに食べたくはなるし、いいところを狙ってると思うんですよね。へ、でトッピングができがあるんだよね。 そうですね、うん、そこがまたいいじゃないですか。まあ、これはここ一番や的な要素ですよね。でこのベースもあの小盛り、中盛り、大盛りがあって、うんうん、それ値段が一緒なんだよね。へー、でこれもやっぱり大盛りを食べる人はリピーターになるんですよ。なるほどね。うん、もしかしたら強いモデルじゃないかなと。なるほどね。うん、そうですね、やっぱ看板がいいってのはやっぱり飲食で大事だしね。うん、ぜひね、あのもしご覧いただいてたら、うん、あのご出演いただければと思いますが、まだ20、ちょっとしかないから、これから、あのまだいい場所でできるからね。うん、ここにリピーター率 87% って書いてあるでしょ。うんうん、僕はね、13% の方だったんですよ。いや、美味しくなかったってこと？僕がね、頼んだメニューが悪かったのか、うん、その日のコンディションが悪かったのか分かんないですけど、ウーバーイーツで頼んだんですけど、僕はあんまりね、ちょっとね、刺さんなかったんですよ。うん、いや、基本的にナポリタン好きだから、うん、なんか気になるじゃん。うん、だけどね、ちょっとね、いまいちだったんだよね。あ、そうなんだ。お、だから店舗で食べたら違うのか、またその日のコンディションが悪かったか分かるけど、まあ、そのまあ、けど基本的にみんないいって思うのかもしれないけどね。うん、もう一回ちょっと挑戦してみようかな。うん、特殊な味ってことはないと思うんだけどね。うんうん、でもまあ、僕が知ってる店は少なくとも潰れてないんで、うん、3カ所ぐらい僕です、前の店から、あ、変わったなっていうところから見てるんで、うん、まあここに書いてあることはそこまでおかしなことじゃないと思うんで、うん、まあ、ちょっと注目している。そうですね、なんか面白いフランチャイズですよね。だからこれね、まあ、繰り返しになるけど、このサイトの文言がね、いいと思うんだよね。で決してその亀を取るための文言っていう感じじゃない書き方になってんですよ。
例えば出店エリア選べますかっていうのが一番下にあるんですけど、質問コーナーね、うん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 、現状ではエリアが設定など行っておりません。基本的には既存店との自社競合の度合いなどを考慮した上で決定します。これ正直な感じでいいと思うんだな、うん、この方が、ね、うん、実際現状じゃそうじゃないですか。そうですね、うん、割と僕は評価が高かったんで、まあ、残念ながら僕はですね一回も食べたことがない、うん、一回食べてみますかね、はい。